はいどうも、妖怪三国志国取り図今回もやっていきます。今回ね、メイン役の方で、いろんな意見はね、あると思うんですが、私この要線ゲットしに行きます。一応要線さんね、一応最強の前衛バフさんで、回復ではないんですけど力 30%、 これマックスですね。攻撃速度 20% でお払い打ち消し、強打はないけどお払い打ち消し、そして予期ゲージ 35% ということでね、まあ、今回でスノーラビーゲットされた方も多いかと思うんですが、スノーラビー、そしてもう1体ね、アーマーテラスか、この3体が一応前衛 30% アップ妖怪、まあ、あとはね、S ランクのミッチーがいるんですけど、この4体か、一応前衛でね。で、スコアタと違って、前衛はね、なんていうの、あんまりスコア稼ぐのに向かないので、前衛のバフはそんなにこだわらなくていいんじゃないのっていう意見もいただいてはいるんですが、このミッチーが唯一あれですかね、30% ですかね、はい、S ランクで。まあ、後衛は、お嫁ネタバレリーナ、スピーチ姫、花嫁つくよみとかとね、いるんですけど、まあ私はやっぱりね、まあスノーラビーちょっとお正月コインでもしかしたら、このアカウントも出るかもしれないんですけど、まあこの要線いいんじゃないですか？はい、回していきたいと思います。というのもね、私あと45回で確定で、一応な10連チケットと、これで40連分あります。で、ただね、あと何て言うんですか？配布も、たくさんありますし、友達もね8人復帰してくれましたんで、まあ足りるでしょうということで、はい。で、今後おそらく5周年でまたね超ガチャチケットたくさん配ってくれて、で多分5周年の妖怪強いと思うんですけど、まあそれでもね私は行きますよ。はい、私はやっぱねバフがなくてね、こう辛い思いを何回もしてるので。勝負ならないんだよね、あのバフ妖怪いないとね。はい、でログインボーナスでもね、あごめんね何回もログインボーナスで、今私プレミアム行き帳行けたので、20日になったらね、あの10連ガシャチケットもらえるので、まあそれもあってね、はい、まあね、で一応ね私のマイルールでバフは行けと、バフはいけと、一応そういうあれもあるし、まあ一応文中もね、文中中央も強いんで、まあ後悔はないぞと。はい、まあ本当はね公式放送を見てからでもいいんだけど、もう明日から始まっちゃうからね。はい、なんで行きやす。で、何このガシャのいいところはすり抜けがないってとこですかね。まあ小生はすり抜けいっぱいあるけど、転生すり抜けないので、まあちょっと来年というか今年からそろそろ転生のすり抜け出てくると思うんだよね。なので、まあ取れるうちに取っとこうぜっていうね、そういうところです。で、もちろん出たらストップします。ただまあね、そう、多分ね今年はね転生すり抜けの年だと思うんですよ、今一体ですけど。なんでね、そろそろ苦しくなってくるよ、みんな。今はさ確定枠でゲットできてるけど、今年はねさすがに増えてきたからね、すり抜け入れてくんじゃねえかなと思います。さあ、で今ならね、あのそうスゴロクイベントも巻き返せるじゃないですか。巻き返せるっつっても巻き返せる、そう、一回いいスコア取っちゃえばいいからね、そうっていうのもあるんですよ。あと後編下どうなんだろうな、もうというか前日に公式放送やるのもうやめてほしいな、二度と。さあ行きましょう。なるべく途中で落としたいけどね。頼む。一応これ小生以上確定ですね。さあ、ジバニャンいて。
でもなんか無課金赤の方がガシャ明らかに運がいいよな。おお、虹カップ2個。文中じゃなくて中央持ってないので中央いいな。中央ほらすり抜けるね。お、文中いいね。中央が来てくれないとスゴロクで上位に入れないぞ。さあちょっと待って、これであと15連だからもう中央は出ねえな。中央欲しかったな。じゃあちょっと5枚先に回します。これは何もないかな。ウェイウェイ、 OK、 じゃあこれで転生確定ですね。はい、いやーいろいろ賛否両論ありますよ。公営妖怪のがねやっぱねスコアね、前衛でスコア出しに行くってあんまないからね。なのでまあでも十分、次のイベントがほんと超強い妖怪だったら超嫌だけど、まあいっすわ、いっすわ。こんだけ私に今ほど配信記念プレゼントもそう毎日やってるからありがたいっすわ。あれ実はあんまり持ってないでもへそくりとかもねいっぱいあるんですよ、いっぱいあるんですよ。あれ多分多分よし、これでいこう。あと宝箱にいくつかね仕込んであるんでね、私は。はい、まあ、それほど要戦いいと思うし、今後もねバフはどうなんすかね。一応小生はバフほとんど出なかったんだよね。転生は今出まくりだけど、ちょっとその辺もまあ次にもしね割とすぐ転生がのバフが来てもいいっすよ、いいっすいいっす。じゃあ2個来い、2個来い。ズギュン、いやでもね今年は絶対ねすり抜けの年になると思うんですよね。なんせ転生が多い。あー中央出なかった、残念ですが。お正月予選飛び出してきました。中央が欲しかったな。最強の同士陽線です。かっこいいね陽線。一応ストーリー2がねこれで見れて、限界突破するとね3が見えるんですけど、まあこれはいつか限界突破しましょうね。ストーリーはあのまたいつか見れるんで、これ今回だけじゃないんでね。一応今回でこれ陽線が変身してるやつだからね。陽線は変身が得意だね。ということで、これスキップしたいな。ということで宝珠ねゲットできました。10宝珠ゲット。限界突破1にした人はね最後楽しんでください。ちょっと中央が出なかったな。イラストだとかっこいい、全然違うね全然違うやんけって感じだけど、はい、まあ私ちょっとねバフは取りに行くというマイルールを決めてるので、まあちょっとね質問回した方がいいですかっていう質問した人はね、自分がどういう状況かとか言ってくれないと、これを回した方がいいとはね言いづらいのでね、ちょっとそこはちょっと気を使ってくれるとありがたいなっていうね、質問する側もね。うん、まあでも今回文中2体か、ちょっと一連だけ回してくれ、回させてくれ。ちょっとこっちの無料ガシャで、こっちの無料ガシャ絶対宝珠ね使わないように、それだけ私は言いたい。まあ、とにかくこっちはねコインで取ると。あー無理か、中央ゲットしたかったな。中央なんとかなんないかね、あと30連か。いやーいいか、ちょっとこれだけでやめとこう。
頼む、いいぞ、中央出てほしいな、中央出てくれ。でこの無料の方は絶対宝珠使っちゃダメです。なんせ 0.1 パワーですからね。やったー、よかった。ちょっとごめん、はしょっちゃってごめん。中央初ゲットしました。これでも思い残すことはないですね。はい、なんで一応迷ってる人はね、公式生放送をね聞いてから決めるでもいいと思いますね。うん、それから決めれば、一応スゴロクイベントはもう全然ダラダラやってるけど、そう、ここでも超ガシャチケットゲットできるし、なんか本当ね、超ガシャチケットは集まるよ、なんらかんら。はい、なんでまあちょっと私回しちゃって、次の妖怪がめちゃめちゃ、まあ今回対抗棒もめっちゃ強いからね、正直今回の対抗棒とお正月妖精より強い妖怪ってなかなか難しいんじゃないかなと思うんだよね。なんで今回対抗棒と妖精がめちゃめちゃ強いから、その対抗棒ってさ、なんつうの、プリチーだから、ご来光ボーイみたいになんかほら、薄ら影不気味に 50% アップとかないけど、もうそれ抜かせば最強に強いよね、この妖怪。だからダメージを出すことに特化しなければめちゃめちゃ強い。このコトブキ対抗棒とカイラがいたら、サーバー2の方だけどね、全く防衛、強い防衛に負けなくなったからね。なんでほとんど負けなくなったのはサーバー2だと。なのでやっぱね、これ強いよね。なんでこの2体を上回る妖怪って出してくんのかね。ね、後天寺シェンバーもゲットできたから、まあ今年ダメでもね、まあ来年でもいいやっていう気持ちでもいいんじゃないでしょうか。で中央ゲット、そう、ご来光ボーイみたいなね、この分かりやすい強さがなんとなく5周年出てくるかな。このうつら不気味重要だからね、 50% アップね。あと初心者がいいよね、経験値アップね、一緒に周回したら経験値がガッポガッポ手に入るんで、はい、こんな感じで、ちょ、私はね、バフ妖怪必要なんでゲットしました。まあちょっとその辺ね、個人でいろいろ、なんつうんですかね、やる方針とかいろいろあると思うので、はい、今回回すか次にね、持ち越すかはね、自分で考えて決めてみてください。私は行きましたということ、行きましたっていうか45連も回しといて何言ってんだって感じですけど、はい、私は行きましたんで、まあその辺ね、よくよく考えてやるのがいいのかなと思います。そしてちょっと時間経っちゃったから、お正月コインはまた次の動画にしようかな。はい、お正月コイン、そろそろアイコンも変わると思うので、アイコンと、まあ、その時に回せればいいかなと思うんだけどね、ちょっと時間がある時に回して、サムネちゃんはもう作ってあるんで、はい、時間がある時に150連ぐらい、ちょっとね、このアカウント実はね、まだ1回も出てないんですよ。転生が。サブアカはね、4体出ました。ただこれね、このアカウントで1体も出てないので、ちょっとね、怖いんですよね。サンザ。なんか無課金の方がやっぱガチャ運いいんだよな。あれ、なんとかしてほしいな。はい。そんな感じで。妖戦、私はゲットしましたんで、今回はこんな感じします。とにかくバフ妖怪ね、スノーラビー、妖戦、アーマーテラス、この前出てましたね、アーマーテラス、そして光栄はね、スピーチ姫と花嫁月読みがね、お正月とあと5周年にもね、出てくるので、ぜひね、お年玉コインダメでも、まだ5周年コインがあるんで、これでね、つくよみぜひ仕留めたいなという感じですかね。まあとにかくこの妖怪たちもね、外れはないのでいいんじゃないでしょうか。とにかくつくよみが欲しいですね。 30% がとにかくね、マックスなんで、もう妖精がこれのね、妖精とそっくりですよね、命中アップあって、うん、 35% で20で、本当妖精の、妖精が本当花嫁つくよみの前衛版っていう感じだからね。はい、じゃあ今回こんな感じします。それではね、次の動画はお正月コインか、生公式放送ね、9
9時からだっけ、8時からあるんでね、これも一応見ながら配信今日はできると思うんで、それもやりたいと思ってます。はい、じゃあすいません、それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。次の妖怪強かったらどうしよう絶対強いよな。